時に、裏作業として、家の前の畑をいじってたりします。大切な、食料ですので。いきなり話がそれました。それでは早速ですが、コメント返しをしていきますね。そうなんですよ。ボートとか、水辺で遊べるアイテムも、いくつかあります。その前にもらっていた、釣りと合わせて、今度本編でやりましょう。ああ、そういえば、焼き魚ってできるんだっけ？新しい食料になるかも。続いてはこちら。新しい、B 面のオープニングですね。勝手な想像ですが、おそらく、リコーダーのせいだと、思っています。私自身、あのリコーダーの BGM は大好きです。あわよくば、お借りしたいレベルです。ただ、動画に使う BGM 探しは、割と好きなので、ひとまずはこのスタイルでいきます。ということで、今回のオープニング、いきましょう。皆様、お久しぶりです。今日も元気に平和に、ライシングワールドをプレイしていきます。さて、前回から始まった B 面も、今回で2回目です。メインは、前回の B 面と、今回の A 面、本編パートでいただいたコメント返しです。張り切っていきましょう。と、いきなりですが、このコメントをご紹介。冒頭の挨拶ですね。確かに、と、思ってしまいました。考えてみれば、最初に始めた頃から、ずっと同じ挨拶でやっていたんですよね。で、いきなりなくなると、確かに不安だし、いつも通り出てくれば、安心しますよね。なんだか、一つの歴史を作ってきてしまったのかも、しれませんね。さすがに大げさか。映像は、出張での地下探索中の、様子ですね。平面で見ると、あまり移動していないように見えるので、辛いところです。そりゃ、こんな危ないところじゃ。うわ。やっべ、久々に足滑らせたわ。低くて助かった。足元には、気をつけましょうね。と、脇道はこのぐらいにして、コメント返しに戻りましょう。CV は杉田さんですね。って、調べている時に、初めて存在を知りました。でも大丈夫です。数センチの高低差ぐらいでは、さすがに死にません。続いてはこちら。その道具を制作するための、道具を。って、これ無限ループじゃないですか。いやー、いつまで経っても進まないやつですね。怖い怖い。ですが安心してください。その神殿を攻略するのは、そう遠くないうちにやってきます。ですので、攻略は、お楽しみに。まだまだ行きますよ。次はこちら。直前までバトルしていた雲ですね。これも初耳です。なんて微妙な仕様なんですこれ？ということは、もしかしたら木のコンボでも、長押しすれば？いや、もうやりたくはないです。映像を変えて、次はこんなコメントを。気持ちはすごくわかります。ただ、このゲームの水は、流れないんですよね。こう、流したら最後。宇宙空間の水のように。このあたりは、次期バージョンで、アップでしてくれると信じているんですが、どうなるんでしょうね。リアルと同じように、流したらどこかに溜まったり、土に吸収されたり？どうなるのかは、楽しみにしながら待ちましょうね。次はこちらをご紹介。砂を置いて砂を回収したら、砂が増えている。ってやつですね。これ、名前をどうしようか。お、めちゃくちゃ悩んだんですよね。砂にかけて、連砂術。とか、砂漠にちなんだ名前を持ってくるか、とか。ともかく、引き出しの数は圧倒的に少ないので、そのあたりはご了承。さて、いつまでも地下は面白くないので、地上に戻りましょう。前回のエンディングシーンです。ここで、毎回恒例にしていきたい、裏作業のご紹介。今回は、こちら。手持ちの方は、次回本編の冒頭で、ご紹介します。
今回は、奥の、ジェイレンロです。なんだか最近は、新旧バージョン両方で、よくジェイレンをしている気が、します。まあ、金属加工の基本なので、仕方ないですね。あ、そうそう。金属といえば、このコメントを。いやほんと、金が見つかった時は、嬉しかったです。このコメントは、わーい、という意味で捉えて、いいですよね。私も、リアルでわーいというお気持ちです。ほんと、長かった。で、ジェイレンを仕込みたいのですが、前回動画で設置した、椅子が邪魔です。誰ですか、こんな邪魔なところに椅子を置いたのは。さあ、改めて、置いておこうかな。という、椅子が微妙に移動されたというお話でした。わかりづらい。では、今回最後のコメントを、ご紹介。どれぐらい辛かったのかを、具体的な数字で言うと、取れ高0で、リアルで3日です。編集の日程を考えると、デッドラインギリギリのタイミングでした。いやまあ、余裕持ってやれよという話でしかないんですが、そういう状況でしたので、喜びも、通常比 1.5 倍ぐらいです。ということで、今回はここまで。ご紹介しきれていないコメントは、ブログ記事の方でもご紹介しています。あと、動画時間が短めですが、B 面なので、このぐらいの時があってもいいでしょう。紹介したいコメントの増減に、応じて、動画時間も変わりますので、あしからず。ということで、それではまた。